というわけで皆さんこんにちは、須藤です。というわけでですね、今回私は北海道ツーリングにやってきております。おそらくですね、撮影の順番の加減で先にですね、新日本海フェリーの動画が先に上がっていると思うんですけども、今回からはですね、また別の企画をやっていきたいと思います。というわけで皆さん、こちらの図をご覧ください。はい、こちらはですね、僕が愛してやまない快活クラブの北海道の所在地になります。はい、僕はこの図を作って最初に思ったのが、お、これって快活クラブだけで北海道を巡れんじゃね？ということなんですよね。というわけで今回の企画は、北海道は快活クラブと共に、というわけで北海道縛りでツーリング、え、違うわ、快活クラブ縛りで北海道ツーリングをしていきたいと思います。で、先ほどのマップもう一度お見せしますが、まあもうお察しのいい方なら分かる通り、ところどころですね、店舗がないというか不便なところもありますよね。なので今回はその不便な点もどうやって乗り切っているのか、ご覧いただければなというふうに思いますよ。それではですね、新日本海フェリーで小樽港の方まで来たので、今からは札幌市内に入って札幌西岡店という快活クラブに向かっていきたいと思います。ちなみに今9月の上旬ですけども、めっちゃ寒いっす。はいもうインナーつけてるんですけどね、それでもちょっと寒いなという風に、北海道恐るべしという感じでございます。また説明不足のポンコツ須藤に代わりまして、マリではなく、もう一人の須藤もちょくちょく登場いたしますので、どうかお見知りおきをよろしくだぜ。さあ、というわけでセイコーマートですね、ちょっと買い物したいと思います。セイコーマートとは、北海道で圧倒的シェアを誇るローカルコンビニのことなんだぜ。とにかく店舗数が多く、よっぽどの僻地以外では10分に1回くらいのペースでセイコーマートに遭遇します。その人気の秘訣は、オリジナルブランドなどの安くて豊富な品揃えや、店内調理が目玉なホットシェフがあるからなんだぜ。だからみんなに愛されてるんだね。その通り、セコマは道民にとってはなくてはならない存在になってるんだぜ。ではですね、セイコーマートで買い物を終えたので、もうすぐそこなんですけども、快活クラブに向かっていきたいと思います。さあ、というわけで札幌西岡店到着でございます。ここはですね、フィットネスジムと一体型になってる店舗ですね。どこに止めようかな。早速受付を済ませたので、鍵付き個室に向かうぜ。ここの店舗は2階に受付があって、鍵付き個室は1階にあるから、階段を降りないといけないんだぜ。ちょっとめんどくさい店舗なのね。ということで、記念すべき快活1店舗目の札幌西岡店の個室に到着だぜ。ちなみにさっきのセコマでは何を買ったの？そりゃ北海道に来たらソフトカツ源に決まってるだろ。ソフトカツ源？ソフトカツ源は北海道限定の乳酸菌飲料のことで、雪印メグミルクが製造してるんだぜ。乳酸菌飲料ってことはヤクルトみたいな味なの？ヤクルトとビックルを足して割った味をイメージしてくれれば OK だぜ。なんだかわかったような、わからないような。ともかく、今日は明日に備えて寝ることにするんだぜ。もう11時前だしね。それじゃ、おやすみ。おはようございます。というわけで、2日目の朝がやってまいりました。起きたらまずすることといえば、もちろん無料モーニングを食べることなんだぜ。相変わらず、ポテトは休止したままなのね。残念な話、無料モーニング自体を廃止する店舗も出てきているみたいだから、ポテトの復活はかなり絶望的な状況だぜ。なんとも世知辛い世の中。まあまあ、まだこうして食パンを無料提供してくれる快活クラブさんには、感謝しないといけないんだぜ。快活クラブさん、どうか無料モーニング全面廃止だけは。いつものように、食パンにソフトクリームを塗りたくっていただいたら、早速今日の目的地に向けて出発だぜ。それで今日はどこに向かうの？今日は夕張市を抜けて、旭川まで向かおうと思ってるぜ。なるほど、旭川の快活に向かうのね。その通り。それじゃあ早速、北海道の雄大な自然を眺めつつ、バイクを走らせたいと。めっちゃ雨ってきたんですが。というわけで、おはようございます。皆さん、2日目の須藤でございます。厳密にはフェリーを入れると3日目ですかね。3日目の札幌なんですけども、本当は曇り予報のはずが、なんだかびしょびしょになっている私でございますね。はい。家の外とかにある蛇口の、
あのホースから霧を出しているような雨がずっと降って結構びしょびしょでございます。まあ、週間予報によると今日だけちょっと天気がぐずついて、あとはいい予報なんですけども、まあ、とにもかくにもとりあえずですね、札幌市内を脱出して夕張市や旭川方面に向けて走っていきたいと思います。無理でした。もちろん雨具も持っているんですが、いかんせん雨の中を走るのは苦手ですし、日程にも余裕があるので、とりあえず近くの快活クラブへと避難することにしました。賢明な判断ね。ところでここはどこ？ここは快活クラブ札幌大谷地点という、旭田札幌西岡店から約6キロ離れたところにある店舗だぜ。6キロしか移動できなかったのね。とりあえず雨が上がるのを祈って待ちましょう。幸いにも同じ敷地内にパチ屋があり、そこの立中に快活利用者も止めれるようなので、バイクをそこに避難させて、自分は一番安いオープンシートに入ることにしたぜ。雨雲はどんな感じなの？札幌にはちょこっとかかっているくらいだから、午後からは旭川方面に移動できそうな感じかな。なら安心ね。それより目の前に山岡屋があるじゃない。お昼は山岡屋で決定ね。そうしよう。というわけでサービスセット A の味噌ラーメンとチャーシュー丼のセットを注文。山岡屋って残念ながら大阪にはないから、ある意味貴重なんだよね。本当とてになる味なんだぜ。雨やまないんですが。でも天気予報は曇りってなってるよ。どうやらさっきの雨雲が停滞している模様。あ、これ積んでるやつやん。まあまあまあ、そう肩を落とさず、バイクは濡れずに置いとけるんだからさ。今日はここをキャンプ地としよう。うん、そうしよう。 A few moments later. 夕方になって雨が止んだので、気分転換がてらお風呂に行くことに。ここ北の玉浦厚別店は大人450円なのにシャンプー類完備で、湯船のバリエーションも多く、コスパ最高のスーパー銭湯でした。お風呂から出たら、辺りはもう真っ暗。途中、スーパーによって夕飯をゲットし、快活クラブに戻ったんだぜ。めちゃくちゃ雨が降ってきました。早く快活に行こう。屋根あるとこにバイク止まれそうで、よかったです。というわけでなんとか快活に戻ってきました。またソフト活源買ってるよこの人。本日のメインはザンギのお弁当です。ザンギって何のお肉？ザンギはただの鶏の唐揚げだぜ。北海道ではザンギと呼ぶだけだぜ。ただ一般的な唐揚げよりもがっつりした味をつけて作ることから、味が濃いめなのが特徴なんだぜ。はい、知らんかった。その他にも半額の惣菜を買ってきましたが、総じて言えることといえば全部うまい。あとは残った時間で洗濯機を回したりして、再び眠りの世界へ。今日は何もできなかったね。そんな日もあるさ。というわけでおやすみ。おはようございます。いやー、鍵付き個室はいつ泊まっても最高なんだぜ。ただやっぱり室温調整できないのが玉に傷。ともかく今日の天気を確認しに行こう。まさか今日もなんてことにはならないよね。こればかりは天に運を任せるほかないんだぜ。では、どうだ？来たー。この晴れ渡った空、これを待っていたんだぜ。やった、やったよ。それじゃあパパッと朝食を済ませて、出発するんだぜ。さあ、というわけでおはようございます。3日目の朝ですね。本日はですね、夕張市などを巡って、その後旭川に抜けたいと思っておりますよ。いや、それにしても昨日は一日雨で大変だったんですけども、今日はですね、このように、すがすがしい晴れな一日になりそうな予報でございます。ではですね、今日も一日頑張ります。で、今は9月上旬の北海道なんですけども、現在の時刻は朝の9時半です。ですがね、今日の気温なかなか高くなりそうな予感なんですよね。今冬用ジャケットにインナーをつけてるんですけども、非常に暑いです。ですがこれが夜になるとやっぱりちょっと肌寒くなってくるので、なかなかこの季節の変わり目は服装の選び方というか調節が難しい次第でございますね。はい、ちょっとねセイコーマートがあるので、ここでインナーを外してね、ついでにちょっと買い物もしようかなと思っております。これねやっぱめちゃくちゃ暑いです。さすがにメッシュジャケットだったらちょっと寒いかもしれないですけど、インナーは絶対にいらないと思います。それで今回はまた何を買ったの？今回はガラナを買ったんだぜ。また知らないやつが出てきた。お察しの通り、ガラナも北海道のローカルドリンクで、コーラでもドクペでもない味が特徴なんだぜ。へえ、それで美味しいの？コーラが万人向けだとしたら、どちらかというとガラナはドクペ寄りなテイストで、人によって好みが分かれると思うんだぜ。なるほど、ますます分からなくなったわ。ドクペ好きなら美味しいと思う。そういうドリンクなんだぜ。
はい、だんだんと道がまっすぐになってきました。そしてめちゃくちゃトンボが飛んでいます。もうなんかヘルメットに当たりまくってシールドが大変なことになっています。素晴らしい素晴らしいんだが、めっちゃトンボが多い。やばい。なかなかのどかな田園風景も広がっていて、私の心もなんだか晴れ晴れしてまいりました。ようこそ夕張へということで、夕張市の方までやってまいりました。その昔は炭鉱で栄えた一方で、エネルギー革命によってね、どんどんと炭鉱が閉鎖されていき、ついには財政破綻してしまったというのが夕張市ですよね。札幌市内からだいたい車で1時間ぐらいの距離にあります。今日はですね、そんな夕張市の様子を実際にちょっと見てみたかったので、訪れてみることにしました。さあ、というわけでこちらがですね、旧夕張駅ということで、駅舎が今現在も残っておりますね。ちょっと入ってみましょうか。カフェになってるんですかね。夕張駅、夕張観光センター。そして奥には現在コロナで休業中ということなんですけども、でかいあれでしたかね、外資系のホテルでしたかね。こちら再開するんでしょうか。というわけで旧夕張駅舎にやってきたぜ。ちなみに今は観光センターとして活用されているみたいなんだが、コロナの影響もあって現在は閉鎖されていたぜ。この旧夕張駅はいつまで使われていたの？ JR 北海道石勝線の夕張支線は2019年3月の廃線まで使われていたんだぜ。まだ廃線になって2年ちょっとと、新しいのね。そうなんだぜ。だからホームや線路を見ても、今にも電車が来そうな雰囲気がするんだぜ。ほんとね、まだまだ現役の駅に見えるわ。ちなみに夕張駅は2度移転していて、この駅舎自体は3代目なんだぜ。やっぱり昔はそれだけ栄えていたということかしらね。ところで、さっきちらっと言っていたけど、駅舎の裏にあるこの巨大な建物は何なの？これはホテルマウントレースイという、スキー場に併設された巨大ホテルなんだぜ。存在の圧がすごいわね。ところで、休業中とか、外資系とか言っていたのは？もともとこのホテルは、夕張で炭鉱事業をしていた地元企業が開業したものだったんだが、その後当時の松下電器が買収したり、財政破綻するまでは市の所有物になったりと、運営が二転三転していたんだぜ。その後2017年には中国系資本ファンドに、2019年には香港系投資ファンドへ売却されたんだぜ。だんだん怪しい香りがしてきたわね。そして、2020年のコロナウイルス蔓延による休業で、同ファンドは経営破綻してしまい、現在も施設は休業のままになっているんだぜ。なるほど。やっぱり観光産業にコロナは痛手だったわね。再開の目処とかはないの？ここで朗報だ。併設されているマウントレースイスキー場は、昨年のシーズンから無事営業再開してるんだぜ。本当に？やっぱり再開を望む声が多かったのかしらね。そしてホテルの方も、新たな運営会社によって、来年12月頃を目標に再開することが報道されていたぜ。それはよかった。こんな立派なホテルが、このまま廃墟化するのはもったいないものね。ホテル再開を機に、夕張に活気が戻ることを期待してるんだぜ。そしてキャンプ場入り口は立ち入り禁止ということでですね。そしてこの下に広がっている光景なんですけども、はい、この下にはですね、かつて遊園地があったようです。今はですね、このように廃墟化した建物が残されているのみになっているようです。あそこには何かの遊具の跡地のようなものも見られますね。キャンプ場どんな感じだったんでしょうか。今もなお昔の歴史が残る夕張市でございました。ではですね、次の目的地に向かって次はひた走っていきたいと思います。それじゃあ次の目的地に向かうんだぜ。今からもう旭川に向かうの？その前にもう一つ目的地があるんだぜ。そうなのね。どんなところなのかしら。どうも某アニメに出てくるとあるバスがあるらしいので、ちょっと見に行くことにしたんだぜ。どんなバスなのかワクワクするわね。その前にすき家で昼食なんだぜ。せっかくなんだからもっと北海道らしいものを食べなさいよ。それは百も承知なんだが、なんてったって、このすき家のランチセットは、牛丼並みに味噌汁、サラダ、さらに卵までついて500円なんだぜ。わ、ワンコイン。牛丼並みって今400円するのに、それはお得かもしれないわね。貧乏学生旅行にはこれほどの味方はないんだぜ。つまりお金ないってこと。ういーす、どうもーということでね。イオンモールですかね、これは。ただのイオンかな、までやってきました。まあその理由はですね、普通にガソリン入れようと思ったからですね。まあできるだけですね、余裕を持ってやっぱり北海道は入れれるうちに入れるというのを心がけておいた方がいいかなというふうに思います。自分は燃料計が半分になったら給油するのを心がけていたぜ。場所によってはスタンドが全然なかったり、早々に閉店するところもあるからね。
はい、こんな感じでほぼ満タンになったので、じゃあね、燃費計測してみましょうか。うわ、重た。329.4、6.14 で計算してみますと、デデン。お、なかなかいいっすね。リッター 53.6。結構ですね、荷物いっぱい積んでるので燃費悪くなるかなと思ったんですけども、長距離を長い間一定の速度で走れたっていうのも影響してるかなというふうに思います。はい、そして Google マップの表示は46キロ先右方向。いやー、これは過去最高ですね。46キロずっとまっすぐ走るだけということですね。はい、じゃあ頑張って走っていきましょうとか言っておきながら、再びセコマでストップだぜ。セコマはサービスエリアなのかな。今回はとあるアイスを制覇しようと思ってるんだぜ。セコマってオリジナルブランドでアイスもたくさん出してるわよね。そんな中から今回食べるのはこちら、北海道メロンソフトなんだぜ。何もかもザ・北海道って感じね。これが超美味しいとどっかのブログか何かで知ったので買ってみたんだぜ。まあこれは言わずもがな、これ絶対うまいやつ。昔懐かしい井村屋のメロンアイスをそのままソフト状にした感じね。それだけじゃなく、コーン部分もしっかりワッフルでできていて最後まで美味しいんだぜ。さすが195円するだけはあるわね。このシリーズは味が全3種あるから今後順次制覇していくんだぜ。セコマ最高。はい、やっぱりなんだか道まっすぐですよね。なんだか滑走路みたいですよね。やっぱりこういうところが北海道がライダーの聖地と言われるゆえんなのかもしれませんね。クラーク記念高等学校ということで、そろそろ例のバスに到着いたします。さあ、果たしてそこにはどのような光景が広がっているんでしょうか。あ、見えてきましたね。あちらでございます。あ、なんか写真撮ってる人がいますね。先客がいたので、その人の撮影が終わるまですぐそばの駐車場で待つことにしたんだぜ。じゃあとりあえずここに止めまして、あの人の撮影が終わり次第ちょっと撮影に向かいたいと思います。ところでこれはどうやって撮ったの。さっき映っていた東屋の柵の上に GoPro のバッテリーケースを背もたれにして iPhone で撮影したんだぜ。なるほど、そうやって撮っていたのね。さあ、ここは北海道は深川市というところみたいですね。なかなかですね、ここは結構いい展望台のようになっております。はい、そして僕が今朝いた、北海道は札幌市ですねからは170分、110キロあるそうです。そしてね、今日の最終目的地である、旭川までは、50キロ、約70分あるみたいですね。はい、この図を見るだけでもどれだけ北海道がでっかい道なのかわかるかと思います。そして本来は多分ここになんか写真かなんかがあったと思うんですけども、なんかもうガビガビになって何かなんだかわかんなくなっております。そして先客の撮影が終わったみたいなので、早速近くまで行ってみるんだぜ。さあ、というわけで今回僕がやってきたのはこちらのトトロのバスでございますね。猫バスですかね。よいしょ、これ非常にボコボコしてますね、これね。よいしょと。トトロっていうのはここの元々の地名なんでしょうかね。そしてこれはマジのバス停なんですかね。猫バス時刻表七国山、よくできた。さすがにあれっすよね、フェイクっすよね。いやー、すごいな、日野のバスみたいですね、元々は。へえ、すごいな。なるほど、中はもうドンガラっすね。実際にトトロに出ていたようなボンネットバスではないですけども、日野 RG 2018年7月、2021年塗り直したってことですかね。じゃあちょっと写真でも撮りますかね。というわけでトトロ峠のリアル猫バスだったぜ。トトロ峠ってほんと珍しい名前ね。このバスは元々のうさ用の休憩場所として使われていたみたいなんだが、町おこしのためもあって隣のトトロにちなんだ猫バス色に塗ったみたいなんだぜ。ちなみに水を差すようで悪いんだけど、その権利的なものは OK なの？何を言ってる？トトロも猫バスも自然生物なんだから著作権なんてないぜ。ガバガバ理論好き。さ、というわけでトトロ峠の猫バスいかがでしたでしょうか。とてもいい写真が何枚も撮れたんじゃないかなというふうに思います。それでは本日はですね、もう旭川市内に向かいましてですね、快活に突撃したいと思います。では旭川市内まで頑張ります。というわけでトトロ峠から1時間ほどかけて本日の宿、快活クラブ旭川をお待ちしてね。なんとマンションの一部、ここは個室がある店舗なのよね。そうだぜ、昨年オープンしたんだが、なんと前までは自由空間だったんだぜ。恐るべし快活パワー。だから意気揚々と受付で、鍵付き個室、お願いしますと言ったら、
あ、ちょっと今予約で満室ですね。あらら、じゃあレギュラーブースに泊まるしかないわね。仕方ないからフルフラットのシートに入ることにしたぜ。まあ、料金がちょこっと安くなると考えればいいじゃない。そこから食料を買いに、近くのスーパーに向かったんだが、ここで悲劇が襲うんだぜ。え、一体何が起こったの？ GoPro のバッテリーケースがない。それって、まさか、iPhone の背もたれに使ったところまでは覚えているぜ。トトロー。